日本において、アメリカンチェリーは、主に、アメリカが衆国西海岸で採れるサクランボを指す。代表品種は、ビングで、日本への輸入量の9割を占める。なお、木材のアメリカンチェリーは、上水桜の近隣種アメリカ黒み桜プルーネス、セロチナであり、別の種である。本記事では、サクランボの一種について述べる。植物の種は、 日本の佐藤錦と同様、西洋ミ桜クラプルーネスエビウムである。ビングは、北米西海岸北部に位置するオレゴン州、ワシントン州、及びカナダのブリティッシュコロンビア州での栽培が盛んである。また、西海岸ではないが、ウィスコンシン州でも、盛んに栽培されている。アメリカで、生の果実として出回るほとんどがビングである。 ビングは大きく、色が濃く、身が締まっているのが特徴。丈夫なので船での輸送にも向いているが、収穫後に、雨がかかるとひびが入りやすい。日本に入るアメリカンチェリーも9割がビングである。暗い花火比の色から、ダークチェリーとも呼ばれる。1870年代、オレゴン州ミルウォーキーで、園芸家、セス・ルウエリングと作業主任で、 中国満州族のアー・ビングが開発した。ビングの名は、この作業主任の名に基づく。なお、開発に携わったビングは1889年に、中国に一時帰国していたが、1892年に、改正された、中国人排斥法の施行により、再び、アメリカに戻ることはできなかった。レーニア・レーニア・チェリーは、黄みがかったクリーム色をしている。 気温、風、雨の影響を受けやすい。また、熟した実の3分の1が鳥に食べられてしまう。そのため価格がやや高く、アメリカでは1ポンドあたり5ドル、イギリスや日本では9ドルする。果肉は柔らかく、外見も砂糖2式に類似しており、甘みも非常に強いので、日本人にはビングよりも好まれている。百五十二年。 ワシントン州立大学のハロルド・フォーグルが、ビングとバンを掛け合わせて開発した。ブルックス、ツラーレ、ガーネット、キング、ランバート、バン、シュランなど1000品種以上あるとされている。日本でもおなじみのナポレオニア高砂等も古くに導入されたアメリカンチェリーの一種である。ABC 丸、開始川中央成果果実の知識アメリカンチェリー。 2018年6月18日閲覧。ゼビアン、モーリーン、ビング、ゾーズ、チェリーズオン。ザ・エポック・タイムズ、ノーザン。 カリフォルニアエディション、http://brintarchive.epochtimes.com/.a1/.en/.sa/.ito/.2012/.08-aug/.09/.b07%20 ホーム %20&20 リビング pdf アービングバイオグラフィー インフォプリーズ2018年6月18日閲覧。ありがとうございます。